はい、こんにちは。カレーライターのハピーです。やってまいりました。はい、ここのとこずっと食べてます。錦食品さんのですね、レトルトのシリーズで、インドカレーのシリーズがあるんですね。今日ご紹介するのはですね、はい、これかっこいいでしょ、このパッケージ。はい、ノースインディアマトンカレーになってますね。北インド風のマトンカレーです。いくよ。はい、ではこちら、今日のカレー、こちらです。じゃーん。はい、こちらです。うまそう、これ。本当にね、温めてね、封を切る時のあの期待感、これがねすごいんですよ。で、最初の印象なんですけれど、ちょっとね、ほら、ここ見てほしいんだけど、油が浮いてるでしょ。うん、この油が最初にねスッて流れて、その後に、サラサラっとこう、カレーソースが出てきたというイメージです。はい、マトンカレーですね。お肉はマトン、たくさん入ってます。ほら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 、大きいんだよ、これ結構。大きいんだよ。これ、割とね、普通のサイズのスプーンですけど、これとね、比べてもね、こう、遜色ない大きさですよね。はい。ということでですね、いただいてみます。まずは、端っこご飯のところから。はい。じゃあ、まずは、ちょっとカレーソースのところからいただきます。あ、ほう。おー、うまい。相変わらずうまいね、これ。まずね、最初に、辛い。辛いですよ、これ。うん。で、意地悪な辛さじゃなくて、きちっとスパイスの効いた辛さですね。香りがね、すごくいいよね。うん。食べてね、口の中でふわーってこうね、スパイスがこう。そして、その後に来る、マトンの香りですね。うん。あ、臭みはありません。で、インドカレー関係ね、マトンっていうのはね、インドではヤギが基本なんですね、本当はね。うん、マトン何って言うとヤギだよっていう人が多いんですけど、インド人は。これはですね、羊肉を使っています。お肉としてのいい意味での癖がちゃんと出てますね。うん、とてもねいいんですよ。いただき、お肉。うんうんうまい。うん、なんかね、ビデオとか撮ってるのね、バカらしくなってくるね。うまい。うん。うん。あ、うん。これまたうまい。いけるこれ。なるほどね。うんうんうん。これはいいね。うん。うん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 。うん。ほんとね、香りいいんですよ、これ。そうそう、言い過ぎかもしれない。言い過ぎかもしれないけど、インド、一度行ってるんですけど、オールドデリーに有名なレストランがありまして。で、有名なレストランって言っても、お高いお店とか、格付けのお店とかホテルとかではなくって、食ってって言いましたけど、カリムホテルというレストランがあるんですよ。で、そこは割とベタベタのインドの下町ですね。北インドの下町のイメージがありまして、そこのカレーにちょっとこう、なんというか、近似性を感じるんだよね。うん。ちょっとこう、なんというんだろうな、味が強めにこう、つけてある、北インドの、こう、飾らない感じの食堂のカレーのイメージが強く出てて、これはちょっと大したもんですね。うん。喋ってる場合じゃ、うまいよ、これ。どんどん食べちゃうよ。うん。ほんと止まらない。うん。スプーンが止まりません。うまいです。うん。うん。たまんな、これ。うん。いいね。ここまでの中で俺一番好みかもしれない。うん。インドの味に忠実だなっていうのが、感動ポイントですね。本当に、これうまいよ、これ。よく作ったんだ、これ。あれさ、パッケージなんかこう見るのはね、無粋なんですけど、まあ、こんな感じでね。ちょっと読んでみるけど、チリ、クミン、コリアンダー、カルダモン、シナモン、クローブなどをブレンドしたミックススパイスに、しっかり炒めたフライドオニオンやカシュナッツペースト、ヨーグルトを使用した濃厚なソースの北インド風マトンカレーとね、非常にレベル高いですわ、これは。びっくりした。うまい。これもうね、ほんとね、皆さんにね、喋りかけてる場合じゃないんで、もうね、ビデオ切ります、もう。もう、なんていうの？
すいません、皆さんは自分で買って楽しんでください。もう十分掘って、元取れるとかそういうレベルじゃなくて、ちゃんとごちそうだね、これね。うん、ちゃんとインドカレーですよ、これ。というわけでですね、今日ご紹介したレトルトカレーは、錦屋の、北インド風マトンカレーでした。これはね、本当におすすめできるですよ。ちゃんとカレーが、インドカレーとかが食べたことあって好きな人には本当におすすめです。ぜひ一度食べてみてほしいと思います。